このイベントは県と連携協定を結んだ第一生命が地域の活性化などを目的に開催しました。アーバンスポーツ、もっともっとこの新潟でですね、楽しむ人を増やしていきたいと。スケボー教室に参加したのは金メダリストの四十住さくら選手。小学生30人に板の乗り方を教えました。教え方が分かりやすかったから、これからもっとやってみたい。オリンピックで、金メダル取った選手たちと一緒に、スケートボードできて楽しかったです。ほとんどの人が初めてって聞いてたんですけど、結構みんな後半になってきたら乗れてたのですごいなと思いました。こういうイベントをきっかけでスケートボード始めてくれて、でいろんな大会に出てくれるようになったらすごい嬉しいです。